の皆さん、こんにちは。河野玄斗です。今回はですね、統計検定1級に挑戦していこうと思います。まあ、統計検定ってなんだっていう話だと思うんですけど、まあ、統計検定っていうのはその名の通り、統計のプロを証明するための資格なんです。情報化社会において、まあ、たくさん情報がね、溢れていて、まあ、便利な世の中にはなったんですけど、だからこそそういったね、情報たちをしっかりと分析、解釈、そして理解していく、そういう能力が重要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、これを機にね、しっかりとそういった能力を身につけて、統計検定1級に向けてね、合格に向けて頑張っていこうと思います。はい、ということで今から勉強していくんですけど、まあ、実は僕ですね、大学生の時に基礎統計っていう授業の試験体してて、試験対策プリントとかも作ってたんで、まあ言うてそんなに苦戦はしないんじゃないかなと思います。まあここにね、公式のテキストと過去問揃えたので、これを順番に回していこうと思います。思ってたのと違うわ。いや、これ東大の基礎統計はできてたはずなんですけど、めっちゃガチの統計学だわ。いや、難易度雲泥の差でしたね。統計検定1級は統計数理と統計応用の2つの試験に分かれていて、検定に合格するためにはそのどちらにも受からなければなりません。試験の内容は全て記述式で、統計学について非常に高度かつ深い理解が求められます。また統計応用は専門によって4種類あり、その中から1つ選択します。数学力を生かすなら理工学という選択もありましたが、東大学部卒としての意地もあるので、今回は医薬生物学で行くことにしました。統計検定1級受ける人って、もうすでに統計を仕事として使ってる人が多くて、まあ、だからもうすでに統計のプロの人が受けてるって、その中で統計数理統計応用どっちも合格確率 20% だから、受かる人はもう統計のスペシャリストみたいな感じなんですよね。だから結構厳しい戦いですね、これは。珍しいね、なんか。いや、まあ数学は得意なはずなんだけど、まずね、合格の基準が示されてないから、どれぐらい取れば受かるのかっていうのが分かんないんだよね。それが結構怖い。だからみんな統計のプロだから結構取ってくんじゃないかなっていうふうに思うと、なかなか手抜けないねっていう。どれぐらいやれば受かるかが分かんないっていうのはかなりでかいかも。今ね、テキストを、まあ、一応一通りは読んだんですけど、まあ、よく分かんないところもあったんで、まあ、そこはね、この4年分、この4年分通して、まあ、出そうなところも含めて、分かんなかったら、その都度テキストに戻って復習してっていうのを繰り返していこうと思います。テキストが全て大事ってことはないと思うので、まあ、もう過去も解き進めていこうと思います。今のところいけそう？今のところ、それは点推定、それとも区間推定。だる。どういうこと？信頼区間 95% の区間推定。だるい。だるいだるいだるい。ちょっと今試験前日で緊急でね、動画回してるんですけど、統計検定って電卓持ち込み課で、例えばルートの計算とかね、たくさん出てくるんで、まあ電卓使ってね、やんなきゃいけないんですけど、そのことを完全に忘れてました。だからちょっとね、ガチの電卓をちゃんと買わなきゃいけないんだけど、まあいろいろね、店回ってもなかなかなくて、買わなきゃなっていう感じですね今。すいません、ルートの計算が使える計算機ってありますか？計算機。はい。ここは文房具のところなんですけど。じゃないさそうですね。わかりました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。そういえば電卓ってどうしたの？肝心の電卓はね、昨日のね、コンビニで買った。結構適当に買った。こいつを相棒として使っていこうと思います。ルートの計算はできないから、もしルートの計算が出たら代わりにここのね、計算機でカバーしていきますね、ここでね、うん、今日どうだったの？今日は、それって試験受けた後のベイズ法自己確率求めろ。いやまあね、統計数理の方は数学力でね、ちょっとねじ伏せた感はあるけど、統計応用の方がちょっと手応えなかったね。なんかやってないところ結構出て、やってないからもう自分でその場で
こういうことかなって理論を組み立てていったわけよ。公式とかこういう公式になるんじゃないかなみたいな、それをずっとやってったら結構時間もカツカツだし、その理論が合ってるのかもわからない。だから合ってればいけるけど、と手応えなさすぎだね。何パーぐらいでいけたと思う？え、それはだからでもいいって数理の方は多分受かってる、応用は50から80%の信頼区間 95% とそれぐらいかな。いよいよね、統計検定1級の試験結果通知書が届いたので開封していこうと思います。いやー、どうだろうな。よし、じゃあいきます。まさかの最優秀成績賞でした。え、最優秀成績、いや、あ、そうなんですね。なんかまさかすぎてちょっとびっくりしてるんですけど、他にも合格証のね、賞状も試験通知書も、だから分厚かったのはそういう理由か。最優秀成績賞をいただきました。ありがとうございます。統計応用の方もですね、まあ、無事合格してたということで、これで、統計検定1級合格です。いや、よかったですね。まあ、これで無事ね、統計のスペシャリストに認定されたということで、他にもね、受けてほしい資格検定がありましたら、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。